つもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうぜ。今回は國學院大学2021年度卒業生の就職先ランキングを発表していくよ。総合職、栄養職、女子一般職すべてを含んだ数値ぜ。ではでは、発表していきましょう。第14位国土交通省、神奈川県庁、東京消防庁、小平市役所、JR 東日本ステーションサービス、埼玉県信用金庫、鈴木電機、東急リバブル、三井食品、みずほ証券、東阪、プリンスホテル、イオンリテール、ソフトバンク、東京都庁、関東信越国税局、第10位みずほフィナンシャルグループ、中央労働金庫、横浜市役所、日本生命保険、第4位東京国税局、日本アクセス、大和ハウス工業、日本年金機構、日本ツーン、明治安田生命保険、第2位大塚商会、警視庁、第1位神奈川県警察本部。ここまで、2021年度國學院大学の主な就職先ランキングでした。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。